こんにちは。朝日新旧整骨院の加藤正樹です。今回はもうだいぶ暖かくなって、皆さんもだいぶ薄着になってこられたと思います。そうなってくるとだんだん足を出すってことも多くなってくると思いますので、今回は美脚の手に入れ方ですね、足を細くする方法をご紹介したいと思います。まずこう横向きに寝ていただきます。でこの下の方の手でこう頭を支えますね。で向かってもらってはもう胸の前に置いてもらったら大丈夫です。それでこの上の方の足、これを下の方の足の前につくようにこのようについてください。でこの状態でこの下の方の足ですね、これをゆっくりと3秒間かけてゆっくり上げていきます。でこの時に膝が曲がらないように注意してください。そして3秒経てば、上げた状態で3秒キープですね。でこの状態で3秒経てば、この3秒かけてまたゆっくり下ろします。この体操をだいたい5回ぐらいですね、まあ、5回やればまた反対の足をやってもらったら、左右バランスよく足が細くなります。でもこの太ももの内側の筋肉を使いますので、なかなかここって細くならないと思いますけど、この体操を行っておけばだんだんと足も細くなって美脚を手に入れることができると思いますので、この春夏にかけてちょっと美脚を手に入れたいなという方は一度試してほしいなと思います。それでは皆さん来週お会いしましょう。さよなら。